白石真也です。真田丸で木村茂成役を演じます。大阪の陣で活躍した武将の一人で、豊臣秀頼の家臣の役を演じます。若くして有能だったんですけども、大阪の陣で、死んでしまう若い武将なんですけども、非常にいい役を、いただいたので、今頑張って撮影しております。役作りのポイント、一応資料は4なんですけど、割と創作というかオリジナル、彼が死んでから作られた創作の話と、実際に起こった史実のことと、ごっちゃになっててよく分かんなかったんですけど、僕が信じられる彼のストーリーを1個選んで、それを参考にやりましたね。あとなんか墓参りに行きました。本当にこれから真田丸最後、クライマックスに向けて盛り上がっていきますので、ぜひ、見てください。